ただいま温泉の駐車場で雨の中、はい、録画してます。檜原村はもともとのイメージありましたか？ないね。東京唯一の村しか情報がなかった。まあそうだよね。下調べなし。でもとても良かった。とても良かったな。滝が良かった。ずっと見ちゃった。ホッサーの滝。うん。東京唯一の日本の滝百選の滝だし、東京唯一の村。うん。1時間半ぐらいだったね、渋谷から。本当は。うん、あ、そうだね。ちょっと降りんのミスったので、だったものの、まあ、ミスっても2時間。まあ確かに。そうですね。あとなんだろう。まあでも俺結構まあ2回目だもんね。そう、滝は行ったけど、でも滝しか行ってないから。あ、カノトイはすごかったね。ああよかった。カノトイは。あれめっちゃ良かったね。良かった。マイナスイオンが。どっちが良かったですか？いや俺は初めて行ったから。カノトイだ。違和感な。あでもね、でもね。いや滝かな。滝めっちゃ良かった。滝の方がなんか迫力あったな。迫力はそうですね。カノトイは意外とすぐ終わっちゃったから。終わりました。思っていたより全然でかかった。うん、滝が。滝はでかかったです。そうね。とても良かった。檜原村の小学校には55人しか生徒がいないらしい。確かに。みたいですね。村西は多い方だと思う。なんか岐阜のあの小学校とかもう十何人とか。そうか。全、うん、校で。そう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 。でね、54人か。豆腐屋さんも美味しいんだよ。なんだっけ名前。うん。千歳屋。千歳屋。働いてる方も素敵です。そう、すごくいい方で、うん、撮影にもなんか好意的というか、うん、今日はなんか撮影なんですかみたいな。うん、そうね。いや、よかったな。そう、豆腐アイスクリームもね、絶対食べた方がいい。うん。そばもね。そば美味しかった。美味しいし、なんかロケーションがいいなって。そうですね。ちょっと。周りの風景も建物も。うん。川が隣だったから、ね、川の音聞こえた。ミニ滝みたいなって、うん、そう、大盛りはなんとプラス400円。価値が高いですね。大盛りはプラス400円です。あと檜原村はクレジットカードが使えません。そうですね、現金ですね。現金よ、基本的には。そうですね、現金持ってこう。 Please bring cash。 LINE Pay とか使えないです。 No credit card。 キャッシュね。だからキャッシュでね、キャッシュ only。今から温泉に入ろうと思ってますけど。うん。そう、最後は温泉があるんで、カズマ温泉。うん、カズマの湯。カズマの湯。でもね、ほんと軽井沢に秘書とかいう、まあ、軽井沢に、あ、ここにないものも軽井沢にいっぱいあるけど、うん。まあ、東京が1時間ちょっとだし、普通に自然体験ができるなって思う。うんうんうん。なんか山彦で陶芸体験とかもできるし、あのカフェ、ホッサーの滝の手前の。確かに。なんかおしゃれなカフェもあったし、うん、今日はイベント利用で使えなかったですけど。隼人君はカメラを持ちながらの。でも興奮しましたね、今日は。はい、センサーだけ。あ、ドローンをね。そうですね、ドローンを。めっちゃいい感じ。ちょっとヒヤヒヤしましたね。確かに。久々の運転だったんで。確かに、でもめっちゃいい映像が撮れてるはず。撮れてると思います。まあもうちょい楽しみ、うん、飛ばせたら。あんなにいい映像を撮れたなら、もういい映像が出来上がらないわけがないもんね。うん。よっしゃー。なんでまあ、おすすめです。そう。実は東京の4割森林らしいので。確かに。ね。檜原 村は確か7割だか9割ぐらいもう森林らしいです。村は、敷地の。なんでね、意外と東京の 40% が森林っていうのは知らないと思うんで。確かに。皆さん、それに触れに、檜原村へ。うん。いい。日帰り旅行の、いやマジでそう、good spot for the trip。 はい、はい、そうですねって感じです。うん、ほいほい。それでは